はいどうも、ちさんです。チープロジェクトへようこそ。龍が如く4を続きやっていきましょう。秋山サブストーリー編でございます。塩原の件があれだな、結構いろいろあるね。あれは有馬、うちの店で何やってんねん、あいつ店の前で。エリーチ隣だったか。その隣のさ、なんかパンダ県みたいなところ3でもあるんだよな。どうなってんのこれ。絶子、町中でお前が仕事を探し回ってるって噂になってるぞ。一体どうなってるんだ。それは会社のことはお前が心配する必要はない。ちょうど今塩原とパートナーシップの契約を結んでたところだったんだ。すいません、なんかこんなとこで調べれないよ。お前外でやってくれ。塩原さん、なんでここに。アニマさんこそ急にどうしたんですか。契約の途中でいきなりいなくなっちゃうんですもん。あれ、おかみさんまでどうかしたんですか。いや、なんでもないんです。さあ戻って契約を済ませましょう。とにかく恥ずかしい真似はするな。いいな、恥ずかしいのはどっちだ。秋山さん、なんでお前がここに。ここは俺の店だ。何、別にあんたが塩原と何しようと俺には関係ないんだが、こちらの節子さんは俺の客だ。今テスト中なんで邪魔しないでくれ。なんだと、なんでおかみさんがテストを受けてるんですか。お前気づいてないんだろうが、実は天神金融はな。言ってないのかよ。身辺調査ちゃんとしなさいよ、パートナーシップ組むなら。まあそうなるよね。いや、なんで自分の店で戦わないといけないの。ねえ、自分の店なのここは。誰が片付けると思ってんの。いやー、なんかひらめきそうだけど、待って、私ちゃんと見ないとね、極みって出ないんですよ。あれ、なんかえらい余ってんな、この子。苦笑の鏡失格の睨み、なにこれ。倒れてる敵に対してかがんで挑発、これちょっとやってみたい。掴んでる敵に対して睨みつける挑発の仕方がおもろいな。待て、なんだ、終わりか。これか。背後のやつやりたいな。あ、背後だって。おれこれ、これかっこいい。これ敵にやられることは多かったけど、プレイキャラがやるのは初めてだ。あ、いいね。なんだ、終わりか。睨みたいな、次睨みの挑発したいな。どうした。あ、これか。やりやすいな、これいいな。掴んでたらだってね、やられることないからいいな。戦い方がチンピラないよ。あなた、有馬さん、悪いがあんたの会社の経営状態を調べさせてもらった。今まで散々高い金利を取ってきたツケが回って、過払い金請求と返済の焦げ付きで経営は火の車状態だな。塩原に天神金融の顧客をあてがうって嘘吹いて、塩原の資金を天神金融に回して、とりあえず現状の危機を乗り切ったとしても、今後も過払い金の請求は止まらないし、新規の顧客を抱える資金も工面できない。塩原の資金も現状の問題を解消するだけで精一杯だ。それに天神金融からあてがわれる顧客は返済能力のない顧客ばかりだ。顧客の返済を焦げつき、しかも資金は天神金融に使われて、経営破綻は逃れられない。銀行も一度ケチがついた会社になかなか金は出さない。結局新たな融資がない限り、天神金融は塩原もろとも消滅するしかない。節子さんは分かっていたんだ。
だから恥も外聞も金繰り捨ててキャバクラの便所掃除までやるって言って俺のテストに答えた。本気であんたと一緒にやり直そうとしたんだ。節子さん、テストは合格です。約束通り5000万円あなたにお貸しします。一緒に帰るんかい。秋山さん助かりました。ありがとうございました。別にお前を助けようとしたわけじゃない。やっぱり秋山さんの言った通りでした。何が？自分が本気になれば相手も答えてくれる。おかみさんが本気で行動したから秋山さんはそれに応えた。それに有馬さんにもおかみさんの必死な思いがきっと伝わってると思います。目が覚めました。後ろちょっとお金が入ってくれていい気になってました。今度こそもう一度本気でやり直しています。お店長ごめんね。なんかなんとかなりそう。なんかまだ続きそうだなこれ。レベルアップしたわ。ソウル金色なんだね。なんか変な感じ。能力強化しときましょう。挑発、あ、挑発マスター、いいね。酒豪の心得、酒飲むの好きなのかな。キヨンさんヘビースモーカーらしいけどね。なんか龍が如くキャラのキャラの中で一番なんかそうヘビースモーカーらしいけど。すいません、お待たせしました。お願いです。今すぐお金が必要なんです。どうか助けてください。お金を貸してください。すごいな。どうした？とにかく落ち着いて詳しい話は店で聞きますから。はい。どうした？それでどういったご用件で？私西浜と言いましてコンサルタント会社をしているのですが、娘が誘拐されて。誘拐？警察には連絡したんですか？できるわけないでしょ。警察に行ったら娘は無事で済まないと。ああ、身代金要求されてるのか。お金で解決するのかな。いくら？でも誘拐事件なんてほとんどが失敗で犯人は警察に捕まってるんですよ。まず警察に通報して。だからといって私の娘が無事に済むとは限らないじゃないですか。確率とかの問題じゃないんです。まあ言いたいことはわかるけど、それにもしも犯人が捕まったとしても娘はまだ嫁入り前なんですよ。事情はわかりました。でも金を用意したところで娘さんを無事取り戻せるかどうか。そんな悠長なこと言ってられないんです。これを見てください。何、写真かなんか送られてきてるの。なんかここ見たことあるな、このベッド。それホテル街のさ、なんか昔神田がいたとこじゃない？大丈夫、違うかな。なるほど。でもメールの差出人から調べれば犯人がわかるんじゃないですか。娘の携帯を使って送られてきたんです。返信したんですが電源が切られてるみたいで。念のためその写真俺の携帯に転送してもらえますか。あ、別にいいですけど。じゃあちょっとメアド交換つうことで。え、なに、赤外線？かわいい。なにそれ。その動きかわいかったな。二人で一緒に携帯付き合わせて。はい、ありがとうございます。すいませんね、商売柄疑い深くて。それでおいくらぐらいご利用で？犯人からは、おお、あ、なるほど、預金解約、銀行からの借り入れ7000万だから3000万かと。必要なのは残りの3000万円ってことですね。おお、はい。ここなら無利子無担保で貸していただけると聞きまして。
まあいろいろと条件はありますが、俺の出すテストに合格すれば無利子無担保でお貸しいたしますよ。よろしくお願いします。何だってします。どうか助けてください。やっぱり断るってなんだよ。受けさせるわ。いいでしょう。それではテストを受けてもらいますね。時間もないようですから。え、何？花ちゃん、悪いけど西浜って男の子と調べてくれる？会社の経営状態の方もね。はいはい、わかりました。ちょっとお待ちくださいね。すごいな、ちょっとで出てくるのすごいな。はい、出ました。家族構成は娘一人の3人家族、娘さんは高校生のようですね。高校生か、なるほど、高校生ね。確かに高校生には見えるな。西山さんに逮捕歴もないですし、あ、娘さんは何度か補導されてるみたいですね。危ないお友達でもいたのかな。それで、コンサルタント会社の経営ですけど、特に悪いわけでもなさそうですね。借入れ金かに、これなんて読むのかな。普通程度ですよ。なるほど、普通の家なのに誘拐ね。てかテスト何にしたの？あー、でもあれかな、契約と取らせてきたんだね。はい、ご苦労様。確かにテストは合格ですね。秋山さん、テスト簡単になってない？最近。それじゃあ無利子無担保で。約束ですしね、3000万円お貸しいたしますよ。ただ額が額ですので、今すぐというわけには。今すぐ出せるでしょあんた、あの金庫から。え、3000万円なんてお金ここにはないですよ。お金は犯人との取引現場に届けますから、その方が安全でしょ。助けに行くつもりじゃないこの人。そうですね。じゃあ今日のところはこれで、連絡お待ちしていますから。まあここでな、ガラッと後ろ開けれるわけもないからな。わかりました、今日のところは帰ります。3000万円絶対にお願いしますからね。逆によく待ったなこいつ、店の下で。まあテストに合格したからね、これで貸さなかったら俺が嘘つきになる。嘘つき社長なんて嫌でしょ。それはそうですけど。それじゃあちょっとお出かけしてくるから、お金の準備よろしくね。はいはい、わかりました。気をつけて行ってきてくださいね。何、どこにお出かけする気なの？どこ行く気なの秋山さん。え、どこにお出かけするの？どこにお出かけする気なの？あ、電話を待つのね、はいはい。塩原どうなったんだあれ、もうええんかな。一応シェラク行ってみるか。あ、電話かかってきた。やだ、男の人は自分の後ろでなんか電話し始めたら怖いわ。はい、スカイファイナンスの秋山です。秋山さんですか？犯人から電話かかってきました。しかも内容めちゃくちゃ怖いし。それで取引現場はどこでしょう？そんなん言い出されたら本当に怖いよ。公園前通り、カムル町ヒルズの建設現場近くのタクシー乗り場です。めっちゃ遠いなおい。タクシー乗り場、はい、お金をタクシーに乗せろって。なるほど、わかりました。じゃあとりあえずミレニアムタワー前でお待ち合わせにしましょうか。お金はすぐにお持ちしますので、太平通りのコインロッカーの前まで来てくれます？お金取ってこなかっちゃ、取ってこなきゃじゃん。タクシー乗り場ね、犯人から口止めされてないのかね。うん、あのめっちゃ強いジラルミンケース出してくれんのかな。谷村でガツンガツン人の頭殴りまくったやつ。花ちゃん、お金の用意できてる？はい。3000万円ですよね。アタッシュケースに。ありがとう。ありがとう。相変わらず仕事が早いね。助かるよ。なんでもさ、カムル町ヒルズの建設現場近くのタクシー乗り場で取引するんだって。まあ、社長のお金ですから好きに使っていいんですけど。いつも悪いね。俺の好き勝手に付き合わせちゃって。いいんですよ。私も好きでやってるんですから。気をつけてくださいね社長、危ないことに首突っ込むの悪い癖ですよ。うん、わかった。それじゃあコインロッカー前で待ち合わせだから行ってくるね。
なんやねん、この二人の関係性。めっちゃいいよな。いや、もう仲直りしてくれよ、マジで。帰ってこないのかな、花ちゃん、本当に。なんかこう、最終決戦終わって家帰ってきたら、こう、焼肉弁当持っているみたいな、そういう熱い展開ないのかな。めちゃくちゃここ切ないんだけど、秋山さん、切ないこと多すぎない？なんか、リリの件といいさ。ほんと。3万円、いいね。秋山さん、めちゃ金持ってる。でも300万、谷村でも300万ぐらい持ってたな。お金もう共有されてるのかな、もしかして。めっちゃね、20万とかで遊んでたんだけどね、谷村麻雀とかで。麻雀1回2万5千ぐらいかかるんですよ、年俸で。で、負けるたんびにこう、2万5千ずっと払ってて。で、そう、麻雀もね、最近知ったんだけど、あれなんだよね。こう、やり方がちょっとあって。そうそう、また動画にしようかなと思います。どうも早かったんですね。すいません、お待たせしちゃって。いいんです。お金さえ貸してもらえれば。それでお金の方は？ここにありますよ。中身、確認します？いいです。秋山さんのことを信用してますから。3000万なんてパッと見わからんやろ。あ、そうですか。じゃあ、これお渡ししますね。もう一つお願いがあるんですけど。はあ、まだあるんですか？何ですか、一体。犯人との受け渡し、いいの、それ。いいの？お前一人で来いみたいなこと言われてないの？でも、見知らぬ奴が一緒にいて大丈夫ですかね？犯人に見られたら娘さんが危ないんじゃ。いや、それはそうですが、やはり一人では心細くて。怪しすぎるでしょ。お前、もっとでかい7000万持ってんだろ？なんだよ。もういいんじゃ、わかりました。一緒についていきますよ。7000万も1億も変わんねえだろ、お前。ありがとうございます。それじゃあ、こっちですから、ついてきてください。なんか、なんだかな。いらんことに巻き込まれてるよね、これ絶対。首突っ込んじゃったよね。てか、突っ込まされたよね。犯人に指定されたのはここです。タクシーの運転手に、西浜さんですか？あ、はい。普通のおじいちゃんですね。西浜は私ですけど。なんでも、カバンだけ運んでほしいって言われたんですけど。はい。これです。運送屋じゃないんで、本当はこういうの困るんですけどね。どこに運ぶか聞いてますか？いや、とりあえず、後で電話で指定するって。それではこれ、預かっていきますね。では、失礼します。あー、しっかりしてんな。ここで聞かれるのを予想してんだな。洒落た携帯持ってんね。はい、西浜です。犯人からの電話です。分かった。ちょっと楽しんでない？ はい、カバンはタクシーの運転手に。それで娘は？ミキは？西公園のトイレ？おい、ちょっと待て。おい。そこだけど、トイレって。後ろの。いや、でもちょっと、女性トイレ入る。男性トイレに置かれてる。汚ねえとこ置かれてるわ。おい、高校生の娘を。これ、お金渡さなくてもワンチャン大丈夫だったので。 高校生か、これ。だいぶ顔老けてるぞ。よかった。本当によかったよ。パパ、この人は？あ、すいません、なんか 秋山さんと言ってね、お金を貸してくれた人だ。ミキの恩人だよ。お礼を言いなさい。ありがとう。本当にありがとうございました。秋山さんのおかげで助かりました。それで返済期限なんですが 分かってますが、私の用意した7000万円と合わせて犯人に渡してしまいましたので。すぐに返すということは難しいんですが、お借りしたお金は無利子でいいんですよね。はい。まあ、そういう約束ですからね。それじゃあ、とりあえず借用書にハンコかサイン。いや、お前貸すときにやれよ、それ。あ、はい。ここですんのかい。これで。はい。ありがとうございます。じゃあ、この書類、店に届けないといけないので。これで終わり？
これついていかないっていう選択肢で後からひっそりついていくみたいな。あ、いや、なんか終わりそうにないな、まだ。ん？はなちゃん？どうした？はいはい。もしもし？あ、社長、娘さん無事だったんですか？まあね、無事も無事、ピンピンしてたよ。いや、なんか憔悴した感じもなかったな。そうなんだよね、いろいろとさ、妙な感じがして。だいたい人質を先にトイレに置いとくって、お金を渡さなかったらどうしてたんだろう、とかさ。確かに変な話ですね。やっぱり騙されたんじゃないですか。てか娘の自演説ない？まあね。だけどさ、知りたかったんだよね。え？家族ぐるみで金を騙し取ろうとしたんだ。どうしてそこまでしようとしたのかね。そういうところ社長の悪い癖ですよ。まあいいじゃない。それじゃちょっと調べに行ってくるから。それなら情報。タクシー会社の予約記録を今調べてるんですけど。すごいな、花ちゃん。あ、出ました。やっぱりおかしいですね。身の代金を乗せたと思われるタクシー、そのまま神室町をぐるっと一周して七福通り西の児童公園のあたりで止まったみたいです。花ちゃん、そんなことまで調べてくれたの？私も気になってたんで。騙すのも騙されるのも嫌ですから。さすがは花ちゃん。七福通りの児童公園ね。わかった、ちょっと行ってくるよ。おっと、秋山から金むしり取ろうなんてやばいやつもいたもんだな。え、平和？平和？何が平和だって？どこが平和だってお前。こっち身辺一人死んでんだよ、女が。倒しちゃった。え、お金むしり取ろうとしたのにタフネス持ってくんの？そこは金だろう。ピック、あれ酒切れしまった。あ、兄さんちょっと悪いんだが酒買ってきてくれんか。何、タダでとは言わんよ。兄さんにいつも世話になってるしな。酒頼んだよ、待ってるからさ。これさ、あの秋山ってさ、町の人と顔なじみになるみたいなコンプリートがあるんだよね、確か。そうそう、それもしないといけないな。まあ、その辺はね、コンプリートの感じは動画外でやっておきます。もうサブストーリーとメインストーリーだけでね、やっていこうかなと。アモンどうなるんだろう、今作は。4人いるけど全部に出るんかな。またなんかでこう1郎2郎次郎三郎みたいに出てたから、それで出るんかな。あれ、娘？あのさ、ちょっといいかな、もしかして西浜美希さんのお友達？うん、そうだけど、おじさん誰？あ、うん、美希さんのパパとの知り合いなんだけど、うまく騙したとか言ってなかった？あ、いいのかな、話しちゃって。あのね、都市伝説みたいなものなんだけどさ、この神室町にタダでお金を貸してくれる伝説のサラ金があるんだって。おい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 、誰がタダやねん。本当はお金返さないと殺されるんだけど、うまく騙すことができたらお金を返さなくていいらしい。違う、じゃあそういうのじゃないんだって。もう秋山さんの親切を悪いように使われてる。ああ、伝説のサラ金ね。ミキのパパはその伝説のサラ金を騙してすっごいお金手に入れたらしいの。2億とか、いや、なんか盛りすぎじゃない？3000万でしょ、多分。まあミキの家会社やってるから噂だと思うんだけどさ。でもブランド物の服とかアクセとかバンバン買っちゃってるから、もしかしたら本当なのかもって。たった3000万だよ。なるほどね、ありがとう、よく分かったよ。おい、騙されたぞ秋山。まったく爪が甘いな。神室町でブランド物と言ったらルマルシェか。ちょっと行ってみるか。割れてる、いろいろ割れてる。ルマルシェはもうこの下南にドーンって下がったとこだな。いや、下がった後にしかも反対方面。カムチカのキューズバーも行こうかな。え、なんかまたエンカウントした。あ、ちょっとどうした？こりゃ失礼。すいません。ん？お前塩原じゃない？
あ、秋山さん、どうしたお前、もうキャラ変わりすぎてもう覚えてないよ髪型変えないで髪短くした？待って、うち忙しいんだけど、待って、どこ戻されてるこれ、これ第三公演来てない。少し見ないうちにずいぶん質素な格好に戻ったな。ええ、まあ、まあそっちのがいいよ。今どうしてるんだ、街で噂を聞かなくなったし。よそにいたのか。ええ、まあ。なんだよ、気のない返事だな。うまくいってないのか、他の街で。また街金してんのかよ。でも悪い客に、あははは、なんとか。バカバカ野郎だこいつ。そういうのでデイトレード使っちゃダメなんだって。ああ。それでそんなしけた顔なんだ , 笑っちゃってるよ。しっかりしなよ。お前が初めてうちに来た時もほとんど一文無しだったじゃない。あの時はもっと生き生きしてたぞ。俺ならやれるって。状況は同じだろ。ビシッとしなよ。あの時は何も分かっちゃいなかったんです。何一つやってもいないくせに自分は何かでかいことをやれると思い込んでた。今は違うんです。全部やってみてそれでダメだったんです。だからもうダメなんですよ、俺は、僕は。はぁ、たく神器臭いね。こっちまでしけた気分になるよまあお前がいろいろ経験したってのは分かったよ。でもそうやって全部投げ出しちまう前にもう一度俺のテスト受けてみない？テスト？そう、テストに合格すればまた無利子無担保で金を貸してあげる。あのスカイファイナンスの秋山俊が目の前にいるんだよ。これはお前にとってこれ以上ない大逆転のチャンスだと思うけど。かっこいいで、またどこかの会社を立て直せとでも言うんですか？こんなやつに振り回される会社がいい迷惑ですよよくわかってるじゃない。俺も今のお前にそのテストはやらせたくないね。それに同じテストってのも芸がない。だからお前に貸すテストはこれ。タバコ？タバコが何だって言うんですか？タバコ一本。これをこれから1時間の間にどれだけ高価なものに変えられるか、俺と勝負する。価値の判定は、そうだな、質屋に決めてもらおう。そして判定の結果、もし俺に勝てたら、1億、お前に融資してやろう。もちろん無利子無担保でな。1億？ああ、これが今回お前に与えるテストだ。いわばわらしべ長者対決ってとこだね。からかわないでください。そんな子供の遊びみたいなことで1億なんて。やるの？やらないの？俺は本気だぜ。目の前に転がってる最後のチャンス、これに手を伸ばしてもしないようなら、伸ばしもしないようなら、お前は確かにもうおしまいだ。さあどうする？やります、やりますよ。秋山さんは僕を甘く見てるんだ。僕だってこれまでいろんな経験をしてきた。初めて秋山さんに会った時の僕とは違うんです。1億って言いましたよね。約束守ってくださいよ調子出てきたじゃない。よし、じゃあこれがお前の分だ。いや、ちょ待って、それ大丈夫？今からきっかり1時間後ここに集合だ。1分たりとも遅れるなよ。わかりました。よし、じゃあスタート。ちょっと待って秋山さん、やることあるんだって。なんでタバコないねん、言うたやつおる。ヤニ中のヤクザ、もう。お兄さん、ヤニ持ってへんか？あったらくれや。ええ、タバコなら。一本くれや、ちょっと切らせてもうてん。すいませんね、このタバコ、ちょっとただってわけには。おい、足元見るなや、一本くらいええやろ。すいません、どうしても。何かと交換ってことでどうです？なんでもいいんで。ええ、かなわんなぁ。ちょ、待っとれ、なんかあったかな。こんなんあったわ。何ですかそれ。腹痛の薬や。わし腹弱いね。腹痛用の薬か。わかりました、じゃあそれと交換で。おお、ええんかい。じゃあ交換や。ついでに火あるか。はいはい。これどうなるんだ。ちょっとこれこっちやってた方がいいんかな、先。生き返ったわ。
ねえ兄さん、やっといてないんやけど、それ飲むんかい？腹下しとんか？いえ、これをそうですね、100万円くらいにしようかと。あ？おっと、あまり時間かけてられないな。じゃあこれで。決対のやつやな。いや、そうでしょうね。お腹痛い人。ないないなに？あー、なんか私普通にエンカウントした。ないないない、なんかすごい。え、なになに？二人ぐらいなんか。もうダメ。出る。42歳が出ちゃう。最低。やめろや、お前。もしもし？どうしました？あ、いや、もう喋るだけでデッドゾーンなんですけど。ダメ元で聞きますけど。ああ、ありますよ。ミラクル。なんや、こいつ。ください。あの、なんかいじめてるみたいで気が引けるんですけど、ただってわけにはいかないんですよ。すいませんね。払います。払いますから。手遅れになる前に。あ、もう、まずい。ちょっと待って。やめておこう。まあ、気の毒だけど、もっといい交換相手がいるかもしれないし。もう一回話せるな。この人なんだ？この人どうした？もうこんなんで笑ってんのがなんか腹立つんだけど。もしもし、どうしたの？あ、が、ま、万に一つの可能性を信じて聞きますけど、腹痛の薬とか持ってません。持ってて。ああ、持ってるよ。プレシャス。なんか悪いんだけどさ、ただってわけにはいかないんだ。ごめんね。払いますから、早くお願い、助けて。え、なんかどうしよう。何くれるか教えてくんないのか。え、なんだろう、これどうしたらいいの？二択じゃん。どういう状況なんだよ。いや、でも私42歳救いたいな。42歳で漏らすのかわいそう。おっと、はいはい、じゃあこれ飲んで。でも逆にさ、漏れそうってなってる時に成長剤飲んだらもっとやばくない？もっとツーツーになるじゃない？汚い話してるな、ごめんなさい。落ち着いた。ハートやめろ。いや、少々と、いや、取り乱しまくってたよ。はあ、おっと、私としたことが俺を差し上げていなかった。いけませんな。少ないですが受け取っていただけますかな。あー、気持ちはありがたいんですけど、お金以外のものでいただけたりしませんか？うん、お金以外とは、これは欲のない方だ。そうですな、お金以外で何か差し上げられるものとなると、こんなものしかなくて申し訳ないのだが。これはうちの会社で企画したコンサートのチケットです。なかなか聴かせる演奏するいい楽団ですよ。今日の公演分なのでご予定が合うかどうか、こんなもので構わないだろうか。ええ、とてもいい。ありがたくいただきますよ。クラシックにご興味がおありか。いよいよもって素晴らしい。いや、見た目、まあ、見た目は関係ないか。あ、ええ、まあ、じゃあ失礼します。今日の分ってさ、今日の分ってお前もう夜だぞ。都合よくそんな人見つかるかな。いや、結構ね、見える位置にいるんだよな。大通り行ってみっか。もう一番笑ったわ。何？どうした？喧嘩してる。もう信じられませんわ。あ、チケットあるよ。秋山さん怖い。その位置、く、いや、おかしいな。枝、巻き枝のやつ。あれほど言っておいたのに、帰ったら即刻クビにしてやるぞ。誰よ、巻き枝って。羊だよ。今日のチケットはあいつがちゃんと僕の胸ポケットに入れておくかか。気持ち悪いな、こいつら。おい、ね、伝えておく係ってなんだよ、気持ち悪いのは。いろいろいるわね。どうするのよ、ちゃんと突っ込んでくれるんだ。私も帰らせてもらいますわよ。ちょっと待ってくれ。チケットね、もしかして。すいません、チケットってひょっとして。ん、なんだね君は。今忙しい。おお、これはな、なんだねこのタイムリーさは。ちょっと怖いよ。まあそれはともかく、君このチケットを譲ってくれたまえ。頼む。もちろん代金は支払わせてもらう。いくらだね。あいにくキャッシュは持ち合わせていないが、小切手でいいだろう。あ、お金はちょっと。なんだい、お金は受け取れないってわけかい。変わった人もいたものだね。買おう。
どうやらなかなか面白い人と出会ったような不幸が招いた素敵な出会い、愉快だね。君、じゃあこれを差し上げよう。コンサートのペア、あ、名刺、名刺ですか。チケット結構いいねするやつだと思うんだけど。大丈夫大丈夫、まあいいから取っておきなさい。銀霊会主催の大森さんですか。何です、この会。いずれわかるさ。本当に助かったよ。ではまた会おう。お前か髪綺麗でしょ。ちょっとそちらはどなた。いつまでお花な、うるせえなこの女。宿女が慌ててはいけないよ。さあコンサートへ向かおうか。え、チケットは彼が届けてくれたのさ。そう、誰や。こいつ嘘やろ、こいつエセレブやろ、こいつ誰が大山くんや。秋山や、秋山や言うたやろお前。ああどうも。絶対嘘やん、もう筋がどうのとか、もうセレブな女と付き合いたいだけの、こうなんかファッションセレブくんやろ絶対。はあ、なんか嫌なもん見た。なんかあの公園前通りで名刺がどうのこうのって言ってたから、多分そっちだな。この次は探すの大変になってきたな。結構広い範囲で探すようになってきた。この辺でなんか名刺が あいつだ、多分こいつだわ多分。見れるのかな名刺。何これ、エコポイント、あ地下のやつね。あ、マンホール開けあるやん。パチンコやってたな。あ、鶴橋とかも入ってんだね。あ、本当だ、もう全部一緒になってるわ。この辺とかだってなんか西島のやつだもん。ほら、ん、銀霊会とかいう会の、まあ、なんも、待って、なんか、あ、装備してるしてないみたいなのがあるな。え、何、え、これどういうこと、全然意味わからん。装備できるよみたいな感じ。全然わからん、あの右下の意味が。そう、どうにかして銀霊界に仲間にできないものか。なんで銀霊界入りたいの。銀霊界、あれどこかで聞いたような。すいません、今銀霊界って言いました。なんだね君は。ああ、言ったが、それがどうかし、どうした。それってそんなにすごいものなんですか。まったく、これだから庶民は困る。銀霊界といえば名刺中の名刺だけが集うことが許される社交クラブだよ。そこで築けるコネクションさえあれば夢のような事業拡大が見込めるというのに。ああ、じゃあ普通にすごい人なんだあの人。クソ、新参者には大きな壁だよ。入れてくれないんですか、その何とか会ってやつ。あなたも結構な事業主なんでしょ。こういうものはね、極めて経営的なものなんだよ。どんなに実績があっても新参者はつまはじきにされてしまうものだ。クソ、あの名刺1枚さえあればいいというのに。その名刺ってこれのことですかね。え、なんで君がそれを。まあそれはいいじゃないですか。それよりこれ譲っても構いませんよ。紙切れだしな。あ、本当かで、いくらだ。金じゃなくて何か物と交換ってことでどうです。ちょっと事情がありましてお願いします。そうか、ならそうだな、これと交換ではどうだ。正直その名刺にはこれとは比べ物にならん価値があるので割に合わないと思うが。なに、この名刺の価値の有無は持つ人次第でしょ。俺が持っていてもあまり意味はなさそうだ。じゃあ取引成立ってことで。腕時計、はい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 、いいんじゃない。真面目だねあんた。いいんだって、恩に着る。はいはい、どうも。君ぶしつけだが私の会社に来ないか。この名刺を手にしているというだけでただものではないけれど。あー、いやすいませんね、そろそろ1時間経っちゃうんで。1時間、何のことだ。大事な用事があるんですよ。じゃあこれで。おい無理やり話切り上げてきた。お、結構高そうなものになったからよかったんじゃない。タバコ吸ってら。
秋山さん、タバコの消し方がすごい個人的なんだよ。個性的か。お、時間ギリギリ。どうだ結果は。はぁ、勝てますよ。自信があります。そうか、じゃあ質屋に行って判定といきますか。近いしね。質屋のおじさんが一番なんか安そうな服着てる。さ、じゃあまずは俺のからだ。はいはいはい、これね。で、こりゃいい代物だよ。ちょっと待っててね、奥でよく見てくるから。すげえな、タバコ一本が高級な腕時計に変わるんだぜ。はい、お待たせしました。結果はいくらなんですか。これは500万はくだらないわ。500、新品ならでしょ。あんまりこいつをいじめないでよ。ごめんね、めったに見れない代物なんで興奮しちゃって。うん、そうだね、こんな超高級品をこんな無造作に使うってのはどういう持ち主だったんだろう。結構傷が多いよ。あんたじゃないんだよね、残念ながら。ということも差し引いて、うちで引き取るなら値段は98万ってとこかな。お、でもちょうど 100万って言ってたから、お、結構いったね。さ、お前の番だ。勝てます。お、98万ですね。なら可能性はある。僕のはこれです。お前も時計か。なんだよ、みんな時計出してくんのかよ。おお、これもいい品だ。なんなのあんたたち。いいから早く鑑定お願いします。わかったわかった、ちょっと待っててよ。うん、お待たせ。こう続けてすごいの見たから汗かくね。そういうもんなの。結果は新品なら200万。いや、でもプレミアとかつくんじゃないのこれ。ねえ、この品の状態だと90万きっかり。この道40年の私が保証する鑑定だ。あー、う、勝負は俺の勝ち。テストは不合格だ。ちょっと頑張りすぎたな。正直お前がこんなにやるとは思わなかったよ。よしてください、負けは負けです。でも本当かなりいい勝負でしたよね。ああ、わらしべ長者ってのは詰まるところニーズに応えるってことを奇跡的な確率で繰り返すことなんだ。これは言ってみれば商売の理想形だよね。短時間でこの街のニーズを探り、適切なものを提供し続けたからこそ、お前はあんな高価なものを最終的に手に入れることができたんだ。お前の詳細もまんざら捨てたもんじゃないと思うよ。それを試すテストだったんですか。まあ狙いの一つではあるかな。よくわからない人ですよね、秋山さんって。ふざけているようで実はすごく深いところを見据えてる。買いかぶりすぎだよ、ほとんど思いつきでやってるだけだって。いや、やっぱりすごい人です。そんな人にこれだけいい勝負ができたんですもんね。何かもう一度やれそうな気がします。無一文、上等じゃないですか。タバコ一本からこれだけやれたんです。やってやりますよ。いい目をするようになったじゃない。秋山さん、ありがとうございました。やっぱり僕、秋山さんに会いにこの町に帰ってきたんだと思います。見ててくださいよ、きっともう一度でかくなってみせますから。あ、楽しみにしてる。はい、では。お、最後秋山に金を借りずに一人で。塩原、はい、忘れ物持って帰って。お、投げないでくださいよ。忘れ物なんかありましたっけ。これお金じゃないですか。そう、え、500万投げたの？そう、きっかり500万。なんで？お前、俺の貸した500万に無理やり1000万返したろ。うちは利息取らないの、何度も言ってるでしょ。
だからそれはお前のもんだ。秋山さん、頼むよ。うちの客は二度と金を借りに来ないの。それはテストで弾かれて怒って二度と来ないか、テストを乗り越えて本気で人生を変えるかのどちらかだから。自分の弟子が2回目の客第1号なんてみっともないじゃない。はい、頑張ります。じゃあな。何このサブストーリー、めっちゃいいやつ。めっちゃいいサブストーリーになってる。いや、いいね、いいね。秋山もいいね。人情味あっていいよね、こっちはこっちでね。うん、カムロ町の人だからね。